平日に店舗行ったで。はい、メッチチャンネルです。メッチ、今回久々にシプに買い物に行ってきました。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、今回あれですね、店舗にまあ久々行ってきたんやけど、あれやってなかなかな、もう今まで何回も行きたいと思ってタイミングまああったんやけど、なかなか事前通れない問題でなかなか行けなくてな。ほんで今回ちょっとタイミング的に平日だけど行けるタイミングがあって、もうその時にどうしても欲しいもんあって、まあそれも一回ちょっと合わせてみたいし、どうかなと思って、それで買っちゃった。もやっぱ我慢できんかったね、これ。一回な、合わせてみてな。サイズどうで、あ、持ってきますよって言って。俺、S ないですかって言って、あ、今ちょっと見てきますって言って、バーッと言ってくれてた、店員さんが。ほんで、合わせて、そのサイズがいいですよとか、いろいろこう話とかしてて、うわ、これええよなって。これどうしようと思ったけど、買っちゃった。もう我慢できなかったな、これ。買ったものはこちらやな。ドーンって感じやな、これ。ドーンやな、これ。これウィーク4かな。ウィーク4の時に出たイーグルさんやな、これ。これもな、そのウィーク4の時もめっちゃ悩んでたやつだって。これゲットしたよ。ちょっと見ていきます。はい、見ていきますね。もうなんか派手やな、これ。派手、ここの真ん中のシュプリームってあるやん。これすげえな、これ。でっかいボックスロゴやな。ボックス3入ってるって感じ。PIM 的な、PIM って2022オールスターチームってなってますね。前がこんな感じでね。こんな感じで。ちょっと大きめやな、これ。で、こんな感じやな。ほら、羽。ね、ちなみにこれ何だ？イーグルってワシやったっけ？わしやで、わしのせい、なんか対象制約みたいな感じ。わしやでよ、これ。イーグル、わしやでよ、これ。で、ちなみにこれ、S サイズな。S 買いまして、あと、このタグの方こんな感じやな。こんな感じになってますね。で、メイドインチャイナやな。メイドインチャイナの、ポリエステルが 100% って感じですね。で、これ、裏面。11やな。29対0ってことこれ。あんまよう分かってない。29対0って感じかな、これ。これ、ほら。これ何やろな、チンスみたいな。これなんかこうなってな。で、こんな感じかな。これ、ユニフォームみたいな、これ。MVP って感じかな、これ。すごい。派手やな、これ。派手やけど、俺スポーツが全然せえへんねんけど、なんかスポーツ選手になったみたいな、服やな、これ。これ、どう着こなしゃいいかなと思いますね、これ。はい。丈の方が約72になっております。身幅ですね、身幅の方を約57になっております。袖丈ですね、袖丈の方が約73.5 ですね、約73.5 になっております。はい、メチです。はい、メチです。身長164センチの47キロですね。どうすかね、これ。ち
ちょっとやっぱオーバーサイズやな、これ。うん、これ燃え袖こう、可愛くない燃え袖って感じやんか。ちょっと大きめやな、これほんまな S やねんけど、大きめでもなんかオーバーサイズめっちゃ可愛い。可愛いないこれ、ほら可愛い、中日的に可愛いないこれ、可愛い、これほんま可愛い。なんかあのスポーツできそうな感じしてへん、なんか私全然スポーツできへんねんけど、うん、空手ブレしかできへんけど、なんかスポーツできそうな感じせえ、なんか俺なんか憧れがあんねんな、こう、うん、昔サッカー部入ろうと思ったぐらいもう憧れがあんねんな、サッカーとかいろんなな、うん、結局入らんかったけどな、うん、でもなんかめちゃくちゃなんか派手やしな、うん、ほんで可愛い、うん、これなんかこれ触り心地もいい、ほんでなんかこういうジャージ系っていうか、これ、うん、なんか汗とかいいな、これシワにもなりにくいんか、シワにもなりにくいんか、これ。うん、この素材大好きよ、俺。大好きよ、俺。ほんま、な、中山秀ちゃん中、な、的に大好きって言いたいわ、ほんま。飯島直子が。うん、これ、いいよな、これ。うん、めちゃくちゃ、なんか、あの、違った種類の、あの、服着れるっていうのは、うん、すごく幸せって思った。なかなか自分が選ばんようなものを、チャレンジ1年生するっていうのは、幸せ気分な、めっちゃでーす。な感じで、イーグル元ジャージっていうかな。これ見ていきましたね。と、かわいないこれ。あの、色3色あったけど、全部欲しくなったもん、ほんま。どの色しようかな思った、ほんまに。このなぁ、ほんまにこの、色って悩むよな、俺めっちゃ悩んだ。店舗行っても、どの色がいいかも全部合わせたもん、こうやって。ほんで、やっぱサイズ感的にやっぱな、ちょっと大きめやね。なんか燃え袖になってない？キョンシーみたいになってない？これ。キョンシーみたいな感じ。なあ、燃え袖やろ？点々早いからな、これ。うん。これなんかほんま燃え袖で可愛いね、なんか。すごいいいなと思った。もう色味問題が悩んだな。で、ジャージ系ってのは俺は、これジャージ系やんな。これ買った時に、いや俺、この質感大好きやねんな、なんか。俺、これ集めていくぞと思ったわ、ほんま。これ、やっぱ好きやな、この、なんか俺なんか好きやねんな、俺。これ、パレスやけどな。パレスやけども、スケモン可愛いな、これ。そうそう。これジャージ系大好きやなと思ったんよ。それのまた、ここ変えて嬉しい、これ。この、で、しかもこれ長袖やん。俺、どっちか長袖大好きやねん、俺。半袖よりな。長袖いい。これな、ウィーク4の時も悩んでんな。これもな、視野に入ってたんやけど、その時はもう別のものが欲しくてってなってて、だから、考えとってん、もう、こう、欲しいってな。もう欲しいなって、欲しくたまらんかってな。で、店舗行けるタイミングで、ゲットしたって感じやねんな。やっぱ平日店舗行ったけども、やっぱまあ、人はいつもより少ないやんか。もうなんかのんびりいろんなもん見れてよかった。いろんなもんな、やっぱ。ほんで店員さんもこうね、こう、聞いてきて、どうですか、これ見ましょうかとかいろいろやってくれたりして。すごく楽しかった。楽しかったな、ほんま。その時もやっぱ、ステッカー問題だりやん、ステッカー問題な。やっぱすぐ聞いちゃったもん、俺やっぱ。悪い癖けど、すぐ聞いちゃうのよ。何でも言っちゃうのよね。あの、ステッカーありますか？バーバリーのステッカーありますかってやっぱ聞いちゃった、やっぱ。カウボーイにちょっと聞いちゃった。いや、もうないです。じゃあもう、ないんかいな、これ。ないんかいな、と思って。出れば、これ欲しいから、もう、ないんかいな、と思いながら。ああ、マジっすか。もうめっちゃ欲しかったんすよ。あれめっちゃ欲しかったんすよ。って、ちょっと甘え口調で甘えてみた。おっさんがな。の欲しかったんすよ。って、いや、ないですね。やっぱないよな、これ。ないよな、と思ってな。ほんで、こう歩いとって。でも、レジ行こうと思ったら、デッキあったわ、デッキ。ブワー、飾ってあったわ、デッキな。おー、デッキあるやんと思って。バーバリあるやん、これ。バーバリあるやんと、ブワーって戻ったよ、これ。これ、ちょっとバーバリ行ったのかなって。バーバリ行ったのかなと思ってな。これありますかって言っちゃったもん、俺。バーバリありますかこれ。って言ったら。いや、ないです。って言ったら、ないんかいだ、って。ないんかいだ。飾りか、これ。飾りかってこと。いや、俺、ちょっと、脇汗かいたもん、ちょっと、恥ずかしくて、ね、あれ、飾りやってた、俺。いや、これありますかね、言っちゃったもん、俺。店舗あるんかと思ってな、俺。
テンション爆上がりやったんやけど、ちょっとえらい恥かいたって感じやったな、ほんま。おー、ほんで、まぁ、ちょっと話しとってな、これレイジーしやな。やっぱ今もうステッカーが全くないって言われた。今ちょっとステッカー、いつもの中のステッカーもないんですって言われて、ないねんなぁ、と思って。ないねんなぁ、と。もうそれは知らないなと思って。俺、バーバリさん、ほんまコンプしたかったんやけどな。これもしゃあないわ。もう縁の問題やな。縁ショップ竹藤的にもう縁の問題と思って、もうしゃあないなと思ってな。これもしゃあないと思って、俺もう諦めついてんな。うん。まあ、それよく俺、これな。これな、ほんま、かわいいわ、これ。俺なんかスポーツできそうな気がしたもん、俺。リフティング3回しかできんけどな。奇跡でな。3回ぐらいしかできんけど。なんかできそうな気がした、俺。ほんまにこれ、テンション上がる、これ。まあ、外しって感じで来た方がいいんかな、こう、パンツとこう、なんか外し的な感じで来たらいいんかな、なんか。でも、まあ、これでジャージ来たら、ほんま、そのままなんもんな、これ。もう、だからもう、これもええなと思った。もう、テンション上がっている、上がっているって言うよな。上がっている、メッチでございました、メッチチャンネルでした。はい。チャンネル登録の方と、グッドボタン、よろしくお願いします。燃え袖やで、メッチでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。